そう、あなたは地上で偉大な生涯を送ったかもしれません。あなたは別の場所でマスターになったかもしれません。今重要なのは、あなたの魂と地上のすべての魂が今、かつてないほど偉大で、強力な秘技のイニシエーションを経ているということです。古代の地上では、神秘学校で高度な訓練を受けたイニシエートたちは、グノーシスを獲得するために、三日三晩の臨死体験と変容を経験しました。そのような状態から目覚めた時、彼らは光に満たされ、しばらくの間は誰も触れることができませんでした。あなた方は今、集合体としてこれを経験しており、このことは全ての魂が今、自分自身の魂の自己と、この巨大なイニシエーションの間の経験に全責任を負う必要があることを意味します。それぞれの魂がそれを処理できる程度に、例外なく、特にここ数年で、すでにそのようなイニシエーションを経験し、すでに5次元の状態になっている先駆者であり、光を安定させるだけでなく、目覚めのプロセスを加速させることで、他の魂を助けるために関わり続けることを選んだ魂もいますが、決して古いパラダイムに引き戻されることは許しません。この送信機がそうであるように、多次元の普遍的なレベルで働くように召されているものもいます。これらの魂は、人間の魂と働くだけでなく、すべての生命と生命体、そしてそれと共に母なる地球とも働きます。見かけに惑わされることなく、また、最も騒がしい場所や、最も集まっているように見える場所に惑わされることなく、自分自身に忠実であり続けること。どんな魂とも比べる必要はないし、それ以上に自分自身が成長しているように見えるかどうかを比べる必要もありません。エゴは、この中に存在しません。真実において、すべては一つであることを知る。完全な一体性と統一性、そして計り知れない愛だけがあります。人は、あらゆるレベルの創造物において、道を示す者、癒す者、教師、先駆者を必要としています。そして、広大な未知の世界に完全に足を踏み入れることができるようになるために、自分の中で克服しなければならないことが、最も多く与えられるのは、しばしば先駆者たちです。